じゃあ、続きまして、お昼休み行きたいと思います。で、こちらはですね、あの、新館の、あの、えっと、まあ、うちはね、普段、こう、ランチの方お弁当でお願いしているんですけれども、あの、お弁当をね、買うこともできるんですね。で、その、購買を上から撮った写真になります。で、中学1年生の子たちは気を使ってね、ポーズを撮ってくれました。本当、ありがたいですね、本当に。はい、ですで。ちょっと買ってるシーンになります。 で、あの、たまたまね、あの、私が、あの、カメラを持っていたら、あの、普段ね、インスタと YouTube 見てます。頑張ってください。撮ってもいいですよ。って言ってくれ、くださったね、あの、生徒さんたちをね、撮らせていただきました。で、ちょうどこうね、あの、お食事のことを伝えたいんです、なんてお話をね、したら、ちょうどこう、買った焼きそばかなもうね、こう、見せてくれるっていうのをわざと蓋を開けてくれて見せてくれました。本当にね、可愛い,い生徒さんたちです。 で、これがね、お昼休みのね、職員室前の様子になります。で、この長机の方で生徒さんたち今勉強することもできますし、ちょうどお昼の時間帯はね、先生との個別面談というところでね、行われていました。今ちょうど2展開同時に行われているのかなという形になっています。はい。で、こちらがね、ちょっと時間をずらした職員室前になっています。 ね、これはあの手前の方々はね、高校3年生の子たちが、あの古典のね、プロの先生に古典を習っている。先生すごい嬉しそうな表情ですよね。で、奥ではね、高校1年生の先生と生徒さんがまあ面談をしていたりで。で、奥の方、廊下の奥の方ではね、部活の集まりがあって、ちょっとね、先生と、顧問の先生と生徒さんたちがお話ししているっていうような形になっています。で、これがお昼休みの校庭の様子となります。生徒さんたちね、あのお昼を食べた後体を動かしてね、ストレスを発散しています。 で、普段ね、私も授業を出させていたという高校3年生の方々がね、えっと、新館と小体育館等の、こう、あの、廊下があるんですけど、渡り廊下っていうのかな。そこからね、わざわざ声かけてくれてね、写真撮らせてくれました。で、こちらが、えっと、同じ日の12時55分ぐらいかな、のね、あの、風景院の子たちの集まりになっています。 ね、あの、担当の委員会担当の先生とね、あの、風景の生徒さんたちが、ま、今後のね、活動についてもお話をされているということになっています。で、こちらがランチの様子です。ちょっとね、私のあの、カメラの腕がなさすぎて、ピンとこ奥にやってしまって、ちょっとボケてしまって申し訳ありません。ね、本当にね、あの、撮っていいですよ、なんて言ってくれて気軽にね、撮らせていただいて、本当ありがとうございます。で、こちらがね、あの、お昼休みの図書室の様子になります。ね、お勉強されている生徒さんもいらっしゃいます。 で、こちらがちょっとね、あの、時間が戻りまして、あの、ちょうどまだ中華まんが売ってるのかな、購買でね、あの、中華まんを取らせていただきました。であとね、生徒さんたちにね、あの、人気の、あの、お弁当、あの、お家から持ってきたお弁当やね、ここで買ったお弁当を食べた後のスイーツのね、ラインナップもね、取らせていただきました。まあ、ちょうどね、最近暑くなってきてるので、あの、冷たいものがね、よく売れているようです、ね。こんなものもね、学校で買うことができるということになります。 以上が日大一のお昼休みということになります。